はい。今回も、ひとし松本の滑らない話、やっていきましょうか。え、分身法を受けてしまった松本ひとし、え、分身を提訴するために、なぜか中途半端な活動休止というですね、そんな選択をしたわけですけども、この松本の決断に対して、吉本工業大物 OB が、まだそんなことやっているのかー、つってですね、え、芸能界やめるべきだろ松本っていうふうにですね、忖度なしでぶった切っていましたので、紹介していきたいと。 思います。最初のうちはですね、後輩芸人の用語コメントばっかり出ていましたけども、えー、ここに来てですね、西川のりおさんですとか、えー、上沼恵美子さんですとか、その他、もう正直に発言できる人っていうのが増えてきましたよね。これが世間の一般的な声だと思いますよ。えー、それではですね、えー、今回も関連する記事を見ながらお話ししていきたいと思いました。えー、今回の記事こちらです。松本くん、このままやめなさい 吉本工業の大物 OB が松本人志に引退勧告っていうのでですね、えー、ちょっと中身の方も見ていきましょう。まだそんなことやっているんかーっていうので、えー、2023年末から続くダウンタウン松本人志をめぐる一連の騒動。松本は5億5000万円の損害賠償を求めて、週刊文春側を提訴していたが、 文春側も被害女性による新たな告白記事を続けるなど、騒動は未だ収まる気配がない。まあ、松本はですね、ここまで告発者がいることを想像していたんでしょうかね。いや、特に第5弾のマッサージ店のお話なんて、もう第1弾並みにひどい内容じゃないですか。普通だったらですね、これもうごめんなさい。普通すると思うんですけどね。ここまで騒ぎが大きくなった要因としては、吉本工業の対応の拙たさが指摘されているが、 迷走する古巣の現状に対し、吉本工業を全国区に押し上げ、ミスター吉本と呼ばれた OB は何を思うのか。横山康氏西川清史のマネージャーを長く務めた後、ゼロから東京事務所を立ち上げ、部下だった大崎氏とともに、漫才ブームを支えた元吉本工業常務の木村氏に話を聞いた。 まあ騒ぎが大きくなった要因ですね。まあ最初に事実無根だーつってですね、嘘ついたこともかなり大きいですよね。まあそういった対応のひどさっていうのがもうずーっと見えてますよね。で、今回ですね、この吉本も離れ、松本とも利害関係がないので、まあ、この木村さんですね、もうすごく正直に今回語ってくださっています。 で、松本一さんによる性加害疑惑をめぐる騒動をどう受け止めていますかという質問に対してですね。まだそんなことやっているんか松本で <laughs> 松本そろそろ終わらせろーつってですね、言ってますね。これが率直な思いです。 松本くんも自分の社会的なステータス、影響力みたいなものを考えないといけないんじゃないですかね、というですね。まあ、このようにまずおっしゃっていまして、まだそんなことやってるんかーつってですね、もう木村さんも呆れ返ってるわけですよね。まさにですね、普通ならもうありえない行動をとってる人に対する、そんな反応ですよね。もう自分の社会的なステータス、影響力もそうなんですけども、告発者、 特に被害者ですよね。それから後輩芸人のこともですね、考えているのかっていうでですすね、もう本当疑問ですよね。疑問よ一方でそれを正す人間が社内なり周囲にいなかった松本君にとってはこれが不幸なことだったかもしれませんっていうので、まあ、これはですね、ちょっと、ま、あの木村さんですね、誤解しているかもしれないもうちょっとご存知ないかもしれないのでちょっとお,お話ししておくとこれ不幸ではないんですよね。 裁判じゃないでしょう。会見したらどうですかっていう話はですね、周囲には、周囲からですね、たくさんアドバイスしてくれてた人、いたわけですよ。それでも正すことができなかったわけなので、これ、不幸でも何でもないわけですよね。それでも正すことができなかったわけなので、これはですね、素直に周囲の話を聞けなかった松本自身の問題だと思うんですけどね。昔の芸人さんもよく遊びましたが、もっときれいに遊んでいました。 素人の子にどうのこうのなんてね、昔はあまりなかったと思いますっていうので、も、ま、う、あ、これに関してはですね、たけしさんもおっしゃってましたよね、批判してましたよね。素人に手を出すな、もう自分だったら絶対手を出さないぞっていう風な話してましたけども、ほんとですね、リスク管理に対する意識低すぎですよね。で、会社が優先すべきはタレントではないっていうので、まあ松本なんて守らないぞと、思う会社を守ることが第一優先だって話ですね。横山康史さんの件では当事者として関わりました。 いくら愛すべきキャラクターだったとはいえ、あれだけの問題を起こしたらね、苦渋の決断ではありましたが、会社としては契約解除という決断をするしかなかった。そうした選択をするとき、会社が優先すべきことは、タレントを守ることではない。それはそうです。お客様あってのものです。まあこれもですね、お客様あってのもの、スポンサーあってのもの、テレビ局あってのものっていうですね、そんな意識がちょっと松本には足りなかったかなというふうに思いますよね。 で、僕個人としては複雑な思いもありました。近親期間中は絶対に復帰できるから頑張りましょうと元気づけていました。安さんは年上でしたが、その期間に深く話をする機会があり、関係も深まったと思います。それでも決断しなければいけなかったというので、会社が松本より会社を守ることを優先するのはですね、当然ですよね。別に会社が今回直接的になんか引き起こした問題じゃないじゃないですか。 この上能システムと言われているシステムに関与していないですねタレントを守ることの方が重要なわけですよね、えー、騒動の発生当初松本さんがワイドナショーへの出演を宣言したこともありました 報道が出た時点で活動を自粛するべきだと思いますかまあ、このような質問に対してですね、絶対にそうですと、絶対にっていう風にですね、言い切ってるわけですよね。もう自粛するべきなのに、ワイドナショー出まーすって言ってですね、ふざけたポストして、さらに出演することがもう当たり前のようなですね、そんな雰囲気を醸し出していましたよね。いや、あれも非常に良くなかったですよね。えー、現在の経営陣をどう評価していますか僕と彼らでは世代も違いますからね。僕は、安清さん。 三種さん、明石家さんまくん、新助くんまで、今の吉本工業社長の岡本くんにしても、藤原くんにしても、ダウンタウンの元マネージャーですよね。マネージャーとはいえ、意見を交わして対等に話していたわけではない、完全に付き人化していたわけでしょ。同じ元マネージャーでも、大崎くんの場合、彼が自分でダウンタウンを発見して力を入れたということがありましたが、その後の彼らは違います。 社長の岡本君だって松本君からすれば「岡本」っていう感じでしょう。その辺もあるでしょうっていうのでですね。 まあこれに関してはですね、力関係が実質、吉本工業社長より松本の方が強いんじゃないかっていう話もありますよね。まあだから会社にとっては都合の悪い松本を潰したんだっていうですね、そんな説、そんな声もあるんですけど、まあどうでしょうかね、さすがにこれだけのことを証言されたりですとか、犯罪まがいなことが報道されたらですね、守るに守れないでしょうっていうふうに思うわけですよね。かわいようがないですし、まあ、会社が潰すう々ぬの前に、もう自然に自分で潰れるでしょうって って話で「すよねで安ん信介も身を引いた」っていうので、えー、OB として現経営陣にアドバイスしたいことはありますかいやいや本誌の取材に対し大崎さんは忙しい時に OB から「どうだ」と電話されるのも嫌でしょうと話していました実際には分かりませんがそうでしょうね連絡は取っていると思います一番長くマネージャーをやった人間ですからね ただし、客観的に見て、松本くんの年齢は60歳でしょそれはやめた方がいいと思いますねーっていうのですねえ。芸能界はですかって聞くんですけども、はい芸能界をやめた方がいい松本くん芸能界やめた方がいいよーっつってですね、やることはやったんだし、もういいんじゃないですかーっていうですね、このように、もう強くですね、やめるべきだーっていうふうに言ってるわけですよね。例えば、しんすけくんがやめましたよね。もっと前では、やスしさんもやめた。 そういうもんでしょうというのでですね。まあ、この綺麗さっぱり芸能界を引退しないっていうですね、そんな意味もよくわからないですよね。そろそろやめていいと思っていたけど、やる気が出てきたなーとかっつってですね、過去に発言してましたけども、やめていいと思ってたなら、活動終了して裁判すればいいわけじゃないですか。 まだ活動する気があるのであれば、活動しながら裁判すればいいだけの話なわけですよね。いやー、そろそろやめていいと思ってたけど、やる気が出てきたなーっていうですね。ちょっと、これ意味がわかんないですよね。まあ結果ですね、これ活動休止したって戻れる状況じゃなくなっちゃったわけじゃないですか。 だからなおさらこれもうやめるべきだろうっていう風うに思いますけどねうん、なんかもしくはこれはある意味将来的な文春の報道を予想しての行動だったんでしょうかねまあ、賭けみたいなまあ、どこまで告発されるかわからないからまあちょっと一旦休止にしておこうかみたいなですねああなんかやばい話もあるなこんな話あんなやばい話もあるなこんなやばい話もあるなでもこれが出なかったらまだ芸能界でやっていけるなーとかですねわからんからとりあえず休止にしとけみたいなですねまあ、もしくは戻る ポーズだけはしておかないと後輩たちが余計なことを言う可能性がありますのでポーズだけ見せておくかーですとかいやなんでこれ休止にしたんでしょうね本当どうなんでしょうかねまあでもですね OB にまでこうやってやめろって言われてるわけですしまあ、正直休止にする意味ってもうないですよね 綺麗さっぱりした方が周りも行動しやすいと思うんですけどね。週刊誌を否定するような後輩芸人もいますけども、まあこうやって、まあ正直に喋らせるためにはですね、まあ松本には一旦やっぱり引退してもらわないと喋りづらいところもあるんじゃないかなというふうに思いますけどね。まあ関係ない人まで喋れないじゃないですか。この松本がいざ復帰した時に自分が干されるリスクがやっぱ出てくるわけなので、正直に話せない人だっているわけですよね。 まあ、綺麗さっぱりこの件を終わらせるためにもですね、やっぱりやめた方がいいんじゃないかなと僕個人的にも思いますけどね。今後ですね、松本、どういう行動を取るのか、そういうところもですね、ちょっと見どころになってきましたね。はーい。えー、皆さんですね、今回、吉本の OB にですね、松本もうやめろつってですね、引退勧告を受けてしまった松本。皆さんですね、このような松本についてですね、どのようなご意見をお待ちでしょうか。皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄で、 コメントいただけると嬉しいです。えー、それからですね、今後もこういった興味深いニュースがあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。えー、それからですね、こちら X もやっています。動画にできないようなちょっとした小ネタなんかをこちらの X の方でつぶやいておりますので、動画をご覧になった後ですね、X のフォローの方もお願いします。 最近投稿した小ネタとしてはですね、クロスバー直撃、渡辺センスがですね、お気持ち分を表明しましたけども、まあ楽しい飲み会をしたかった。僕はですね、えー、ダサいことはしたくないとかっていう風なことをおっしゃっていたんですけども、なぜかですね、こういう飲み会でですね、女性に対して、クイっていう言葉を連、連呼させるんですよね。クイ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 って言うと、えー、違う言葉に聞こえてくるので、それを楽しんでいるっていうですね、もう自分だけ楽しんで他の人たち弾いてるんですけども、まあこういう飲み会をやっぱり渡辺センスは楽しいと思ってしまうわけですよね。 まあやっぱりなんか女性に対してなんか嫌な思いさせていたら、え、申し訳ないという、反省してますっていうふうにおっしゃってましたけども、まあ見事にこういうふうにですね、女性、うん、まともな反応してないわけですよね。嫌がった反応してるわけですよね。まあこういうところに気づけないっていうですね、それなのになんか被害者面するってですね、もうほんとどうかな、どうなってんだこいつらっていうふうに思ってしまいますけども、まあこういった小ネタなんかについてもですね、X の方で呟いておりますので、ぜひですね、フォローいただければと思いますと。はい。 今回の動画はここまでになります。それではまた次の動画で